どうも西田渉です、本日なんですけれども久しぶりにね機材の装備の解説をしようかなと思っております。本日ね久しぶりに受託撮影しますので機材のセッティング装備持っていくものっていうところでねざーっと今用意しました。もうね今日は女性1名の人物撮影で白彫りのねスタジオ、白彫りっていうのはもう全部が白く塗られててね、ホリゾントがあってっていうそこでライトを組んでねもう完全にストロボライティングを組んで撮影するっていうような、スタジオなんですけども、白彫りのスタジオっていうところなので基本的には、ストロボですとかそういったスタンドとかねアンブレラとかね拡散器具そういったものも全部スタジオで借りてしまうので今日は非常にねコンパクトでシンプルな装備で行くだけでいいんですよね。なので僕自身も最近ね受託撮影ってなるとまあハウスになるとね今度は人も用意しなきゃいけない、ある程度機材も自分で手配して持ち込まなきゃいけないっていうところでね、やはりまあもちろん指示は出してるんですけどね、白彫りのスタジオに今日はこういった機材使いますっていう、まあこれから出すんですけれどもストロボ関連があるっていうところが白彫りスタジオでの撮影のかなりメリットなので、こんなコンパクトに機材がねなるっていうことでかなり楽なんですよね。今日に関しては純粋にストロボはなし、純粋にカメラとレンズそしてパソコンっていうところの装備の解説になるかなと思っております。ではまずカメラから解説していきます。まずカメラなんですけれども R5 が2台ですね。 R5 2台でまずは構成します。基本的にも僕の方はねもう EF システムすべて終わりまして RF システムにね完全に移行しましたっていうところで、 RF システムの、まあ、一番のね最高級な描写っていうところとファインダーを覗いてて、やはりこの覗いて気持ちいい、そして動いてるねモデルとかに対してもレスポンスがいいっていうことで R6 よりもやはりね R5 を選んでます。でさらに今日はエディトリアル雑誌の撮影なので、あのレタッチも考えるとね画素数が大きい方がレタッチもしやすいですし、トリミング体制も最初から伸ばさずに済むってことで4500万画素あるね R5 がメイン機になるっていう感じです。まあ基本的に暗い場所が想定される撮影以外は全て僕の場合はもう R5 で、撮影をねやっていくっていう形にはなっております。なのでまず R5 が2台持っていくと、で続きましてはこちらですね、ライカの M10 です。 M10 に、レンズは1本だけ、ライカの装備はこちら、50mm アポズミクロンの M50mmASPH かなっていうところですね。まあ結構これもいいレンズでして、でボディはライカの M10 っていうところ、 R5 とライカの M10 何が違いますかっていうと、これの場合はもちろんですがマニュアルで合わせて撮影していくっていうことになるんですけれども、まあ求められてる撮影っていうものに関しては R5 でほとんど撮れてしまうんですよね。85点以上のとか90点ぐらいの得点は絶対に絶対に撮れるっていうね、ここの RF システムでね。ですが最後100点じゃなく120点、そのアーティストとか被写体との距離感をぐっと縮めるためのまた独特の空気感、空気を変えるためのカメラとしてオフショット用のような形でライカの M10 とこちらのねアポズミクロを持っていくっていうような形です。なぜかというとこのシャッター音とかですよね、こういった形でまたシャッター音が違いますよね。独特のこの空気感が変わるんですよね、撮影の雰囲気がね。明らかにこの大きい装備で撮影するよりもコンパクトなんですけども、被写体との距離感の詰めやすさとかね、そして覗いた時にレジファインダーのおかげでこの像がねブラックアウトしないんですよね。なんでブラックアウトしないまま見たまんまをまるで切り取っていくような、撮影行為ができるということで、基本的にはね R5 をメインで使いながらもライカはねもうマストでオフショットにっていうことでね、必ず時間が例えば30分1時間ある中での配分としては3対1ぐらいの比率ではねライカの時間っていうところで設けたりはしていると、そういった感じになりますかね。なんでライカはこのねもうほんとシンプルです。レンズももう変えることすらなく 50mm1 本で勝負っていう感じでやりますね。35はちょっと広すぎて被写体とね近くなりすぎるんですよね、バストアップ撮るときにね。なので僕の場合は 50mm ぐらいで中距離というかね1メーターぐらい離れた距離感でバストアップ撮っていくぐらいがアーティストとの距離感とかも含めていいのかなと。この35と50はその人と人とのつながりとか距離感でねだいたい焦点距離変えていったりはしてますね。はい、でレンズなんですけれども、まあ、ざーっと言っていきます。 RF の 28-70 の F2、 RF の 7200F2.8、 これ最近買いました。 RF の100マクロですね。で RF の 50F1.2、 そして RF の 85F1.2 っていうことで、基本的にはですね時間が今日も多分30分から1時間ぐらいの撮影でカット数は6、7カットぐらいは撮らなきゃいけないってことなので、もう大体僕はデフォルトで最近 R5 にこちらのね
RF の2870の F2 をつける形でやっております。そしてこれで撮れなかった 70mm 以降の絵に関しては、時間がなくていろいろ撮りたいのであれば、こちらのね7200の F2.8 ですが、大体は85の単玉でもうザ・ポートレートっていう感じを目指して撮っていくのが、人物撮影の流れでは多いですね。意外と 50mm がね非常に素晴らしいレンズなんですけども、ポートレート撮影においてはあえて50が出てくることは少ないかなと。なので実質ねこれ抜いていく、あの今日とかはもうただ単に堀のスタジオで都内なんで、もうこのままねあのざっと詰めてでタクシー乗って行くだけなんで、もう本当に持って行ってもいいんですが、じゃあ自分で結構なところ行かなきゃいけない、歩かなきゃいけないってなったら、多分軽量化だったらこの 50mm は抜くことになるかなと思います。なぜかというと50の単で勝負するのであればライカとアポズミクロン、ここのコンビでもね 50mm の単焦点って勝負できるので、これをね一応は入れておくけど一番プライオリティは低いかなと。で今回ここですね、 RF の100マクロですよね。これがもう最近出たばっかりということで、今ちょっとだけねスナップとか街中スナップとかで試写してみたところ結構良さそうなレンズなんですよね。なんでここのリミットの部分を、こうリミットの部分をあの一番マクロの部分じゃなく 50cm から無限遠っていうところでねリミットかけてポートレートを撮っていくと、まあ50cm もね多分顔のこのもうドアップとか撮れるはずなんですよ。でフォーカスもかなり早いので、瞳 F で R5 に任せてしまって組み合わせで撮ると。なので今日はもしかしたらなんですけど2870で撮れない部分、普段だったら 85mm の F1.2 で行くところ、今日はねあえてやっぱ新しいレンズのこのスペックも見たいっていうところで RF のこの100マクロですね、こちらをメインで入れていくことが予想されます。ですがやはりこの 85.2 のね今まで稼働率か取っていたところのパワーを考えるとね、これでもやっぱ取るので、流れとしては最初これで始めます、全身撮ったり中あの膝上撮ったりとかしつつ徐々に寄っていく中で、まずドーンと寄ろうっていう時に100マクロ、最後の締めで本当にスタンダードなポートレート安定感のある撮影ってなったら 85mm、 この辺の3本でいくかなと思います。でも何かしらペーパーとかの見切れとか人物でね寄りたいんだけどペーパーの見切れを嫌いたいっていう時には圧縮効果ちょっと狙いたいので、こう7200の 200mm レンジの方を使っていく可能性があるかなっていう、そういったことが予想されますという形ですね。なのでボディは R5 2台、そしてレンズ5本っていう装備と、ライカ M10 とライカのアポズミクロン M50mm ってことですね。カードに関してはプログレードのコバルト325GB の CF エクスプレスと 256GB のコバルトの SD カードって感じです。ですが今日はねテザー撮影です。テザー撮影っていうのはケーブルですね、こちらテザーツールズ社のケーブルを R5 につないで、MacBook Pro 15インチですね、 MacBook Pro 15インチに、僕15インチ使ってるんですけども、まだね16インチを買い直してないというか、次の M1 Mac でねあの MacBook Pro の16、15買い直そうと思ってるんでまだこれです。この中にキャプチャー1が入ってまして、 C1 ね、で R5 とテザーつないでSSD、 こちらねサンディスクの 1TB の SSD ですね。これ2020MB 書き込みなんですが、事実上1050かなの方で OK です。事実上これ2020をおすすめしたんですけれども、対応してるね Mac とかほとんどなくて、事実上安いあの速度変わらないので1050の方をおすすめします。ごめんなさいね、今までこの2000をおすすめしたんですが、今後僕も買い直す時にはねこの SSD の1050の方を買い直すようにしてしようかなと思ってます。もうそろそろこれパンパンなので 1TB、 次は 2TB あたりを導入しようかなと。これをね大量購入していって、これからバックアップにしていこうかなと思ってます。データは基本消さないのでね、という形でテザー撮影でこれを流し込んで SSD に書き込んでいくんですけれども、なんでこれはもうただの入れ物なんですよ。ここの中に入っている CF エクスプレスや SD カードには書き込まれないんですよね、 C1 のテザー撮影になるとね。なのでもう完全なボックス、データを生成してそれをただ単に流し込んでいくだけのボックスっていう風に考えるとシンプルかなと思うので、なのでただね一応そのテザー撮影をやめて別の場所でちょっとサクッと撮るよとかってなった時にやっぱカード入れておかないと記録ができないのでね、テザーのデメリットっていうのはパソコン据え付けておく、そして今日はおそらく外部モニター、映像の27インチの、モニターとかも借りて HDMI でつないだりして、もうガッチガチに有線の環境で
取るのでフットワークが効かないんですよね。なんでそういった時にその手座を抜いて中のカード書き込みだけでちょっと別の場所でサクサクっと取ったりとかね、そういった時のサクサクっと取る時用に意外とライカの M10 とかも生きてくるっていう次第なんですよね。なんで一度システム組んで手座撮影になると意外とね全システムを動かさなきゃいけなくなるので、27インチ32インチのモニターでしょ、外部モニターで、こちらのパソコン、そしてケーブル類で、あと iPad もね飛ばしてキャプチャーパイロットに飛ばしてね、もう一個メイクさんとかアートディレクターとかそっちに見てもらおうかなっていう流れかなっていうふうに思っています。なのでざっと話しましたけれども、まあ振り返りますと MacBook Pro、 そしてテザーツールズ社の 4.6m の USB-C USB-C ケーブルと、あとはこちらエアリモートですね。今日プロフォト借りますので、スタジオでもねエアリモート借りれるんですが、僕自身はねこれ持っておくとスタジオさんがもう一個のエアリモートでねライト取りながらっていうところで連携取れるので、僕自身はもうここにこういった形でガチャってつけて、もうつけたまんまにしておいてね、ライト光取れましたって言ったら、ああ了解っつってこのまんまバチッと押せばバンってストロボ光ってくれるから、自分自身の持っていってる感じで、あと予備バッテリーですね。予備バッテリー一応3本持っていってますが、先ほど申し上げた通り今日テザー撮影しますので、テザー撮影だとね電源落としておくとパワーデリバリーでパソコン側からね給電されるんですよね。なので長時間の撮影じゃなくて、まあ一回カメラを休めさせられる環境があれば、スタジオ撮影だとね電源落としておけば給電されるので、事実上バッテリー交換したってことがほとんどないかなっていう感じですね。なのでもう電源オンにすればすぐテザーでこっちでねキャプチャー1側であのテザーソフトとして認識されるので R5 っていうことでね。なのでバッテリーも常に光が切れたってことはほぼないかなと。ロケ打ってっていう方にはね R5 電池の消耗も早いので、結構ね早めに何本か5本ぐらいのかな、本だったらまあ僕は3本4本ですかね、4本持っていっておく予定です、この中に入ってるので。でこれがバッテリーのケースって感じですね。バッテリーをここに入れていきますと。で先ほど申し上げた通り、iPad の13インチですね、13インチプロかな、これ1個世代は前ですね、 M1 じゃないタイプで、13インチの方が最近買い替えました。他にねメイクさんとかに見てもらうんですよ、大きい画面の方が確認が取りやすいということで、ワイヤレスでねあのキャプチャー1とキャプチャーパイロットっていうアプリケーションにつないでキャプチャー1のデータをそのまま見れるっていう感じなんですけれども、まあサイドカーでミラーリングっていう手法もなくはないんでしょうが、まあキャプチャーパイロットがいいのかなと、そういった感じで思っております。あとはここにもろもろ入れていきますね、このパソコン関連のものですね。ここにあれ電源とかが入ってます、アダプターとかですね、電源アダプターっていう。なんでここにパソコン関連のものを入れたり、あと最後はここですね。これはもう毎回なんですけど、僕は、もう全部のケーブルをまとめているあのケーブルマネージメント10V2.0 っていうね、シンクタンクコートのケースですね。透明になってて結構いいんですよね。もう USB-CC とか USB-C と A とかね、そういったケーブルもあとライトニングケーブルとかも全部まとめてこういう形でガバッと入れてるような感じですね、はい。なので、まあ、これさえ持っていっとけばほとんど足りないケーブルがなくなるってことで、まあ一安心かなっていうイメージでおりますっていう感じですかね。なのでもう本当に白堀の場合はシンプルに考えて、カメラとレンズとパソコンと一番大事なのは SSD ハードディスクですね。なので内蔵パソコンの内蔵の SSD とかをなるべく大きくしておくってことが最近僕はね必要かなと思い始めてます。最悪 SSD 忘れたとしてもテザー撮影でね内蔵の SSD とかハードディスクが大きければ容量ここにどんどん中にバンバン叩き込んでいけばいいので、あと二重バックアップはねそういった意味だと取るっていう意味ではやっぱ SSD であった方がいいですけれども、最悪カードとかにねあの逆にパソコンから書き込むっていう方法もあってダブルバックアップでもいいですし、とにかくテザー撮影白彫りになると非常にコンパクトな装備でね撮影に行けるっていうのがメリットかなと。あとはスタジオさんもいるのでね、スタジオさんにも全部ライト組んでもらったり指示だけ出せれば OK と。なんでプロは基本的に知識があればカメラすらも究極いらない。まあカメラは自分用のセッティングチューンがあるのでセッティングめんどくさいので、今だと R5 だとねカードにセッティングをね読み込ませておいてカード持っていて入れれば読み出しができるっていう 1D系のようなねセッティングパームアップでできましたからね。なんで R5 だったら正直もうどっかに持ってきておいてもらって自分の SD カードだけ持ってね差し込んで自分のセッティングを読み出して、そしたらすぐ撮影に入れるっていうね、正直もう体一つでいってなのでそういった撮影すらもできるようになるから、パソコンだけかな、せめてね、システムはパソコンのシステムは
完コピするのちょっとね時間かかりますから、パソコンと SSD ぐらい持って行っておけば究極レンズも借りちゃえばいいですしねっていう、かなりあのぶっちゃけのにはなってますけども、なのでまあ僕にしてもこれぐらいあればもう十二分に撮影できるかなっていうイメージです。本当にコンパクトになりましたね。あとは一応自分のね単体露出系もミノルタ時代から使ってますけども、今は健康かな、健康がこのミノルタの露出系の事業を買い取ってるので健康になってますが、まあミノルタの単体露出系も持っていっておくっていうぐらいですかね。なのでボディ3台レンズ 2C ライカまで入れて 6本、パソコン1台 SSD 予備バッテリー3本、テザーケーブル、電源アダプターケーブル類で iPad 単体露出系、その他カードっていう感じの装備ですかね。っていうところで今日もね撮影行ってこようかなと思っております。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田渡でした。